皆さんどうもこんにちは、ゆるりです。今回マインクラフトやっていきましょう。今回なんですけど、まあ、今回も今回でネタがないんですよ。ということで雑談とね、普通に見ていこうかなと思います。明日から動画を1本ずつちょっと増やしていこうかなと思うんでよかったら見てくれたらいいかなと思います。ちょっとまあ、毎日投稿できないかもしれないんで不定期かもしれませんが、よろしくお願いします。まあ、必ず毎日1本はあげますね。はい、ということで皆さん、よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価すると若返るかもしれないんで、よかったらよろしくお願いします。まあ、僕もね、20超えてるんですけども、正直ね、18ぐらいになりたいなんかさ、20超えるとさ、目標がないんよな、正直。俺ん中でさ、もう正直20歳がゴールだと思うよ。もうだってお酒飲めてタバコも吸えてとかさ、でしょ。でも20超えたら何もないじゃん、そういうなんか楽しみたいなものが。ということで、18ぐらいに戻りたいなって思いました。ということで今回もやっていきましょう。まあ、ということで、今回紹介したのはこれなんですけども、ゆるり封印箱、by タコ6514ということで、なんか最近さ、僕たまに 2B2T の 1.17、2B2T 1.17 で放置してたりするんですけども、まあなんかみんないじめたがるんだよ。なんでか知らないけどね。みんないじめたがるんですよね。なんか僕の封印箱をみんな作りたがるんで、よく。で、中にどんなものが入ってるかっていうと、まあね、これだよ。うん。エンダーチェストって言うんだね。FPS をめちゃめちゃ下げる兵器ですね、これ。だから 1.17 でも健在らしいんですけども。みんな好きだな、本当に。しかもめっちゃ飾られてるし、しかもなんかめちゃめちゃなんか、何ね、これ、街灯みたいなところになんかいっぱいエンダーチェストがあるんですけども。はい。みんな好きだね、エンダーチェストいっぱい置くの。本当にもう、僕を負荷かけてさ、入れなくしたいんでしょうけど、意味ないですよ。まあ、パソコン的にはまあまあいいスペックなんで、そんな簡単には、重くなったとしても、まあ、出ることはできるし、最悪ね、プレイヤーデータ消します。そうなったら、さすがにね、見なきゃいけないんで、管理するなきゃいけないからね。もう大変なんですよ、管理するっていうのは。はい、っていう感じかな。で、今ですね、運営募集してまして、一応概要欄に載せとくんですけども、開発者の方を募集してまして、この動画を見てですね、開発者なりたいな、みたいな、ちょっと開発者に興味がありますとか、そういう人いましたら、ちょっと URL 貼っとくので、そこからちょっと募集していただければと思います。で、その 2B2TPVP っていう、今 2B2TJP の中に PVP 作る予定というかですね、まだ検討段階なんで、まあ、開発者がどれぐらいいるかによって変わると思うんですけど、まあ、そのユーザーさんから最近バックドアですかね、紙ブルーとか、あとなんだっけな、まあ、そういうなんだっけ、ものに入ってるみたいな噂が蔓延していてですね、で、それと、あとなんか 2B2TPVP.JP のドスがすごいという、なんか二重で、まあいろいろなんか僕に報告受けてましてですね、そういうまあバックドアと、まあ、その 2B2TPVP に入ったらバックドアが入るっていうのもあるらしいので、まあ、そういうこともあったのでね、まあ、ちょっと検討ということで、まあ、もしね、開発者もこのサーバー応援したい人はよかったらよろしくお願いします。ということで今回こんな感じで、まあ、さらっとした動画なんですけどね、終わりたいと思います。はい、ということで、よければ皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、みんな、バイバーイ。俺の封印箱みんな作らないでね。うん、俺封印できないよ。